片上駅の貨物ヤード、片上駅でコンテナ列車を入れ替えする DD13 から552、現在の駅前ロータリーの様子エディオン、ビゼンテンウーラテより伸びる、脇方面への配線跡現在のマックスバリュー、ビゼンテン付近から撮影。片上駅は、かつて、岡山県ビゼン市西片上にあった、道和工業片上鉄道の駅、道鉄道の廃線とともに廃駅となった。 童和工業片上鉄道の起点として存在した駅。片上鉄道はもともと、柳原駅近くにある、龍華鉄鉱山、柳原鉱山から産出される鉱石を、瀬戸内海に面した片上港へ輸送するために付設された。そのため、貨物駅の色合いが濃く、広い港内の駅には、車庫や貨物ヤードが多く存在したものの、旅客ホームはその端に一本あるだけであった。 利用客数は JR 山陽本線と接続する和景駅に、ついでいたが、その半分程度であったという。1977から1979年の時点での1日平均乗降客数は、和景駅が1174人であるのに対し、片上駅は324人であった。駅舎や車庫をはじめ大半の施設は撤去され、跡地には、 マックスバリューとエディオン備前店が建っており、王子の雰囲気は薄れている。しかし駅前のロータリーのほか、操車場跡の西側にあった、鉱石の貯行場屋内のカーダンパーへ至る、郊配線跡付近にある、起点を示す0キロポストが今でも残っている。また前述のエディオンの裏手には、橋脚跡があり、そこから、分け方面への線路跡も確認できる。現在では、 以前、市営バスのバス停となっており、バス停名は、片鉄辺城駅となっている。道所にある、宇野バスのバス停名は、片上となっており、岡山駅からの路線で道所が終点だが、以前は、国道250号線の兵庫県境手前の、相互まで、直通運行されていた。JR 西日本赤江線西片上駅より、徒歩約5分。 駅入り口前の階段を降りて、線路をくぐった後、ルカワに沿って南下すると、跡地のロータリー周辺にたどり着く。私鉄前線前駅。ありがとうございます。